維新の奈良県議が事故にあったそうだ。去年、県議になったばかり。関西の維新は異常な事件、事故の話がよく起こっている。馬場代表が堺市の社福法人の乗っ取りという疑惑の話が東京にも伝わってきている。馬場代表は4月28日の衆院補選で選挙で競う立憲民主党に対してバリ増言を浴びせた。 つい数日前には、維新の中条参院議員が60、60%の氷菓子の疑惑で国民に追及されたばかりだ。去年は、梅村瑞穂議員が、入管で亡くなった、ウィシュマさんをめぐって、支援者や、ハンガーストライキの発言。数年前には、丸山穂高議員が、ロシアに出向き、北方領土遺門団の方たちに対して、ロシアと戦争をやるべきだ、と、けしかけた。 このような異常が続く維新の事故、我々、国民もショックを受ける。今回の維新の事故、地元テレビ局の報道を引用し、ここに残しておく。昨日午後6時過ぎ、大和高田市日の出町にある近鉄大阪線の踏切で、日本維新の会所属の奈良県議会議員、福田俊也さんが、急行電車にはねられ、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、運転士は、 踏切の中に人が入ってきたことに気づき、警笛を鳴らしてブレーキをかけたが、間に合わなかったと話しているということです。福田さんは去年、県議選に維新公認で立候補し初当選していました。警察は自殺と事故の両面で捜査しています。